はい、それでは本日の、9月9日の、都内某所ガンダムガンダムネクスト、シャフランバトやっていきます。おめでとうございます。イエーイということで、やっていきましょう。本日から A モーションも始まってね、いい感じですが、さあ、本日80名集まりましてありがとうございます。応募の方は120だか130だかの間あったはずですね。80名様でやります。ゼロ回戦とりあえず一つ目が、いやこれは後でまた行っていこう。やっていきますね。本日遅刻の方が少し多いので、そちらの試合が、もしあった場合は飛ばしてやっていく形になりますね。ご了承ください。なお本日参加賞ございます。マジコイのもよもよみやこたんさんからの提供、マジコイのなんかこれチロルチョコか、なんか自作できんのかね、らしいんで、まあ90個お自作チロルチョコいいね。1人1個、参加する時でも負けた時でも勝った時でもいいんで、1個ずつ持ってってください。って感じですね。あと、商品提供結構多いです。うなぎパイが入賞者に入ったりとかしますので、皆さん頑張っていただきましょう。それでは本日のまずは1個目やっていきます。A ブロック1回戦第1試合に行く0回戦1個目、 1P 側から星3つのインパルス、 2P 側に03のユニコーン、 3P 側にコナンのランダム選択、 4P 側にドラアップ旅行楽しみのタイヤクスでお願いします。ちょっとこれハウリングがきついな。あこちらどうぞどうぞ。おびっくりした。まあ、絵柄選んで、負けた後でもいいのよ。勝った後でもいいし。3P 側にコナンさんお願いします。ランダムくじはこちら引いていきましょう。3P 側コナンよろしくお願いします。0回戦1個目やりますよ。3P 側コナンいらっしゃいますか？お知り合いいたら、とりあえず試合テストをお伝えしてこちら連れてきてください。お願いします。はい。3P 側コナンよろしくお願いします。大会開催遅れて申し訳ございませんが、こちら、コナン 3P 側よろしくお願いいたします。いないのかな、どうなの。とりあえずキャラ選んじゃってるんで、できればテスト入りたくないんで、コナン 3P 側コナンよろしくお願いします。いらっしゃいます。いない、いないの、しょうがないな。じゃあちょっとテストで飛ばしますわ。大変申し訳ない。今座ってる方はおそらく次試合になるかと思いますんで、待機だけお願いします。あらら、コナンさん遅刻枠だったか。申し訳ない。こちらのミスですわ。次の人いるかね。TDN メダカヤフーハカ、あ、いるっぽい。いるっぽいね。じゃあ、ゼロ回戦二つ目先に回していきます。大変申し訳ない。1P 側から TDN、あと2036年から来たけど、質問あるの、アレックス。2P 側にメダカ、あと、汚い地雷を巻くだけの地雷ですまぬへのシュイゲル。3P 側にヤフー博士の百式。4P 側にレンの V2 でよろしくお願いいたします。コナンさんには大変申し訳ないことをした。遅刻枠あと何人いたっけな、結構6人ぐらいいるんで、うまく見ていかなきゃかな。さあ、なんだっけ、アレシピ、客式 V2。 本日はなんだっけ、客式 V2 はいたな。シピーゲルとアレックスの数次第、シピーゲルはいた気がするんで、まあ1P側行きましょう。まあね、参加賞のこちらチロルチョコもどんどん食ってって、脳に糖分与えて、いいプレーしていきたい。まあ、当分以外のものも巻くといいんじゃねえかな。さあ、ステージはファーストガンダムからのアレックス百式 V2 シピーギルド。さあ、ね、本日も暑いんでね、本日も暑いんでね、このね、こういうチェアもね巻いていってね、こういうのを巻いていってね、サンバの感じですか。さあ、2413、なんだっけ、 V2 と百式対シピーギルかな、違うか、V2 シピーギル対100式アレックスですね。アレックスできるだけ先行走なんで、まあ最初の先行走を暴れていきたいですね。ただし機体がちょっとシピーゲルと、V2 というなかなか V2 もきついし、シピーゲルはシピーゲルでなかなかね格闘を取るというと面倒くさい自爆雷などを待ってますんで気をつけたいところ。先行走蒸発コースなんで、さあ次回作からヨロケを発動するバルカンからの格闘ドロップキック当たっている、しっかりダメージ担いで、さあ爆弾には着地しないようにするが、アサルトバスターモード。さあミカの着地がワンタイム取ってくれた。さあワンチャンあるか。さあだがメガビーム一射防ぎ、
この体力うまく取っている。百式がうまく呼吸を合わせて、さあ百式、しかし無理やり区内を当てられて、ここは一体落ちる。さあ残り4000こそ、まあ30カウント稼いでアーマーを稼いでもいいんですけれども、さすがに分数が許してくれない。さあここで3000コストまで減らされて、テフロン2社からの、さあパージパージ避けて様子を見る。さあ着地ドロップ出し切り、さあふえーっと浮いているバルカンは使ってしまうがしっかり入れて、さあ残り1000コストまで追い詰める。さあ次回作アレックスを使うと言ったが、あれは嘘だ、もうヒルドロップ使おう俺。さあ様子を見て、様子を見て、お願いします。カウント目差し切った、勝利したのは1と 3P ですね。星3つのイン、じゃない、間違った、 TDN のアレックスとヤフー博士の百式の勝利となります。おめでとうございます。それではちょっと、先ほどのゼロ回戦、コナンさん来るまで、お待ちして、もらって、次のゼロ回戦やっていきます。 1P 側からマハラジャのデスサイズヘル、 2P 側に今日のランダム選択、 3P 側にニョスケのデスティニー、4P側にアレルギーサーと死ぬぜオルト組んだやつのエピオンでお願いします。じゃあ今日さんと死ぬぜ、こちら引いていきましょう。ランダムくじ一発目何が出るかな。ニューガンダム、普通に普通ですね、いい機体デスヘル、ニューガンデスニーピオン、あダメだ、引いちゃいけないタイミングだった、これはワンチャン、ワンチャンできてしまう。さあ機体的にはそうね、エピオンかな、ヘピオン1体だった覚えがあり、あ2体いたか、いや分からんな。メナド、まあ3000になったらちょっとエピオン視点から外しましょう。あの3000でエピオンがなった場合はっていう意味で。さあステージはランタオ島からの3000になったね、面白くないわ。さあポチッとな、以上。さあデステルエピオン対、まあウィング組だからしょうがないね、組んじゃい組んじゃい。ニューガンデスティニーの、まあよくわからん3000コスト、あー当たってしまった、これはいけない。しかしこの痛い当たりまだ整えていきたい。さあライフル長距離射程ビーム砲、さあカトルまで重ねていいダメージを奪っていく。このニューガンを抑えればあちらの目論見といったところだったが、ライフル3射でカット。さあダメージを奪うのがちょっとこれは微妙なラインか、イライナー飛んでくる様子見て、さあシナミ合わせていきたい。ラッシュエッジ、さあエピオンがぶん回していく、ニューガンしっかりガード。さあ立ち回り直し、チックショーからの、しかしピルコがしっかり止めている。ライフル1射、さあ硬直状態に入っているが徐々にダメージを与えているのはこちらか。さあチャージキャンセル、ラッシュ2待ってくれ。さあフィオキーナ、さあエピオン様子見ている、これはちょっとプレッシャーありますね。こちらの方が並走的にだいぶ有利につくんですけども、このプレッシャーなんか言い難いものがありますね。まああちら3000、2000の組み合わせなので、このまま押されっぱなしでもなかなか痛いところですが、そうか様子を見て、さあ逃がさないと言ったろ、さああちらしっかりビルゴを縦にして無事振り回していきますね。なかなかにいい距離の取り、さあイナイナはしっかりチャイショットを吹っ飛ばして大ダメージ、これあと3000コストエピオン1体でも抑えるぐらいには持ってきてるか。さあデスルク風、さあこのつまずり合い怖すぎる。ライフル2射、さあここでこちら優勢取る。しかし乳がんが若干減っているんで調子に乗ってはいけない。ここは足並みを合わせていきたいが、バンバン刺さる、だがダウン際だった、なんとかなったが、しかしこの2体上下囲んでバリア、だがなんとか崩す、レイさんよくやってくれた。さあここはニューガンがしっかりダメージを取りに行く、ここはある程度立ち回り直したい。さあ障害積まない、さあここはデッセルが欲しがっているか、ニューガンが殴り立って勝利したのは 2-3P。今日のランダム選択ニューガン対ニョスケのデスティニーの勝利となります。おめでとうございます。会場内コナンさんは到着してないかな、一応7時半とか20分とかのあれなので、まだかな。じゃあ次行きましょう。B ブロックゼロ回戦2つ目から行きます。1P 側から逃げ遅れた腰抜け、あと迎撃の腰抜け出るのデュエルエース、 2P 側に黒ちゃんの V2、 3P 側にヒロシ、あと期待真剣に